はい今回は米不足について考えていきます最近ですね米不足ということが何かと話題になりますが実はですね米は不足していない可能性が非常に高いんですねでこの米不足というデタラメな演出をする自民党の本当の目的ということを考えていくんですが 例えば、リスナー様もですね、えー、米を買いに行ったとき、あのね、米がほとんど売ってなくて大変じゃないか、実際、米がなくなってるんじゃないかって思うかもしれませんが、どのようなあの方法、手段を取ってるのか分かりませんが、おそらく米はあるんですよ。ただ、その米を売り場に出さないとかね。 でそれは何でそういうことをしているのかっていうと、まあ、個人とか、まあ、小さくされているあのまあ、農家の方を潰すため、そのための自民党の作戦、演出、そういったものが考えられるんですね。もちろんでたらめではなく、なぜこういったことが起こるのかということを考えていきます。今回もよろしくお願いいたしますあの。今現在ですね、今現在において米は不足しておりません。しかし、この米不足を演出することによって、例えばですね、 個人の農家さんとかが米が売れなくなりそれ以外の点でも赤字となってますのでこの先数年後ですね個人の農家さんが潰れてしままう可能性があります。つまり自民党の狙いはどこにあるのかっていうと個人の農家潰しなんですね。 でえー、例えばそういう話をすると、いいじゃないか、大きく、まあ、グループで、えー、米を作っているところがあるからいいじゃないかというんですが、おそらくそれも違うと思,う思います。だから、この大きな、ねえーまあ、その農業をしているところというのは、自民党に守られていると思うかもしれませんが、多分そんなことはないです。最後に手,ひ手のひらを返されて、宗、え、主、ーね、国米に潰される、多分そういったことだと思います。そしててまとめて最後は自民党がですね 日本国民あるいは日本をですね米に差し出すそういった目的があるんじゃないかとだからあの僕たち国民はですねこの自民党っていう売国政党を変えていかないといけないんですよそういったことがあね考えられるまあいわば米不足っていうのはこれ政治の話なんですよねでまず自民党の何がおかしいのかっていうと、まあ、自民党あるいは政府がですね、えー、減反政策ないしは補助金カットそういったことを積極的にしてですね 多くの米農家が赤字になったんですすよででこの米不足ををってて農家を潰そうとしてるんですねでちょっと難しいんですが食料困難事態法とかってまあそういったものがあってちょっとよくわからないんでね何とも言い,あの言いかねるところがあるんですがつまりこの米不足を装って農家を潰してるっていうそれがまあね大きな問題なわけですよ。 でこの食料困難事態法、あるいは食料供給困難事態法とか、なんとかって言うんですが、まあ、米、小麦、大豆をですね、まあ、この政府が、まあ、政府の意向に、何ていうのかなあー、沿わない、政府の意向に従わない農家に罰金を課すとかっていう、おかしいのもいいところじゃないですか、こういったことをやってるんですよ。だからから、らわないように個人、 え小さなところの農家をでそれに従わなかったらまあこういったまあ強引なことをしてるっていうことですよね。だから減担とか補助金をカットしておきながら必要な時に米を作れとかあそれに従わなければ罰金とかっていうんですがおかしいのもいいところじゃないですか無,無理なのもいいところですよね。だからこういうことをやってるわけですよ。でまあこれっていうのはまあちょっとしたまあニュースっていうかになっており。 まあ、国民が日常的に消費するもの、国民の食生活に必要なもの、その特定食材を、まあね、その出荷、販売の量を調整するとかっていうようなことを言って、でこそれをですね、政府が決めるとで、その政府の増産計画に従わないと、えー、20万円以下の罰金を科すと考えている、おかしいのもいいところじゃないですか、で自民党っていうのは過去に、えー、この農家に対しておかしいことをやったんですよね、牛と頭をスすと金を払うとかって言って。 日本,の自給率が日本の自給率が上がるために、ね、その牛なんて丸してはいけないわけですよ。しかし、そういったことを酪農家に指示した過去があるということで、あの自民党っていうのは、農業をしている人たちを潰そうとしてるっていうことは分かるんですね。これは自民党っていう売国政党もそうですが、背後に米がいて、ですね、米の利益であったり、さまざまな例えば小麦を売りつけようとか、多分そういったものがあると思うんですよ。 で、このね、本来であればあ国政府がですね、農家を守るはずなんですがあ農家を潰そうとしているわけですよね。その政府の意向に沿わない、えー、農家に罰金を出すとかそういったことをしている時点でおかしいのもいいところじゃないですか。で、世界各国そんなことをしている国ってのはどこにもないわけですよ。だからこのことからわかるんですよね。あの自民党が、 農家を潰そうとしている。今は潰れていないですけど、このままですね、例えば、あまあ、個人の方のおね、えー、農家のお米が売れなかったら、数年したら潰れてしまうわけですよ。そういったことを意図的にやってるんですよね。だからこれ何が問題なのかっていうと、米不足を装ってるんですよ。実際に米不足ではないんですよ。なんでかっていうと、その実際に米不足ではないっていうことは分かってるんでね、あの米不足を装って、えー、農家をどん,どんどんどん追い詰めていってるんですよねこ。特に個人の農家を。 で、なんで米不足ではないのかっていう、そういうことが分かってるんですよ。米を作ってる生産者の方からですね、米不足にはなっていないという声が出てるんですよね。で、今っていうのは2024年じゃないですか。米が不足するか否かっていうのは、前年度2023年のものがですね、えー、まあ,あ、関係してくるんですが、2023年っていうのは米が通常通りに取れていたんですよ。だから、ここから何が分かるのかっていうと、2024年現在はですね、米は不足してないんですよ。 不足してないはずの米が売り場にない。なぜでしょうか何か違う目的があるんじゃないんでしょうか米を売らせずにですね、個人の農家を潰すとか、そういったことをしている可能性があるんですよね。で、さらにこういったこともわかってるんですよ。米の輸出量っていうのは2019年から増え続けていると。うん、まあ、それはい、いいことかと思いきや、と同時にですね、 農家の経営が厳しく、日本の米農家の98%が赤字っていうことなんで、このことからわかるじゃないですか。自民党は日本の米農家を潰そうとしてるんですよ。日本の米農家の98%が赤字って大変なことなんで、ねお金を出してでも、政府が補助金を出してでも、普通農家を救うんですが、その農家を救わないようにしてるんですよ。だから僕はあのこのことをいろいろ考えたんですが。 スーパーなどに米がないっていうのあるじゃないですか。あれっていうのは多分どっかに米を隠してるんですよね。米を売らないようにしてるんですよ。そしてぎゅーっとね、この個人の農家を圧迫する、追い詰めていく、その自民党の作戦だと思います。完全なる売国機民政策。そういうふうにして個人の農家を潰そうとしている。で、えー、じゃあなぜそういうことをしているのかっていう、それも考えられるんですよ。 農業を大企業一本化しようとするその政府あるいはですね米の目的、うん、そうすることによってですね例えば、まあ、もしですがそうなるとするじゃないですかとても僕たち国民にとっては望ましくないことですが例えば米を作るところが大企業一本化するとどうなるのかというと価格もででですすねその大企業は全てコントロールできるんですよであの僕たち国民に選択肢がなくなるんですね。 大企業があまあ用意してある、まあ、大企業ですから、おそらく、ね、質のいい米、えーね、それを出さないと思います。まあ、に日本製の米と言っても、ちょっと分からない、質の悪い、劣悪な米を出します劣の。劣悪の米の値段が高い、うんあの、食べたくなかったら食べなければいいっていうことを言われて、それを食べるか食べないかっていう選択肢しか僕たち国民になくなるんですよ。なぜなら、そうなってしまったときは、個人の農家さんが潰れてるから。 で、えー、同時にですね、例えば経済的に厳しいって言ったらあ、安い米がありますよ、外国産とかね、うん。そういったことをしようとしてるんですよ。僕たち国民にわからないようなことを、あの米と自民党がしてると、そういうことを疑うべきです。なぜならいろんなことの話のつじつまが合わないから。で、このお今っていうのはね、今、まあ、僕とリ,リスナー様があーまあ過ごす、考えるこの今です。今の状況は米不足ではありません。 で今の状況は大きな農家も個人の小さな農家もあります。しかし1年後、あるいは2年後、3年後になるとわかりません。おそらく個人の農家が潰れていると思います。潰れているというか潰されていると思います。自民党によってね。で、先ほど言ったように、今は、まあちょっと説明がね、えすいません。あの僕そう、こういう話に詳しくないし頭がいいわけじゃないんで、ちょっとこういうふうにお伝えしますが、今は例えば、 選択肢とととしててつあると考えていただければと思うんですね1個人の人が作った米ですね。まあ、質の、まあ、いい日本の米です。で、えーまあ大手が作った米質がいいかどうかわからないもしかしたらいいかもしれない。3外国の米この3つの選択肢があるんですがこの3つの中から個人の米をなくそうとしてるんですね。 でそのために、円安にもかかわらず、カリフォルニア米、カルローズっていうのが入ってきて、日本の、ね、米より1000円以上安く売られると。だから、もう完全に個人の農家、どうにもできないじゃないですか。自分たちで米を作って、ねあの、売ってもらおうと思っても、流通のルートに乗っかれないわけですよ。スーパーに行ったら米が出ていない。出ているのはわからない。大企業、あるいはのアメリカのカルローズ米。じゃあ、下手したらもしかしたら、 ね、大企業の米も出ていない、カルローズ米しか出ていない、そうしたらそれを国民が買うか買わないか、その選択になりますよね。しかも、このカルローズ米っていう、このアメリカの米っていうのは安すぎるってことで、これ、安全性に関しても疑問が出てるんですよ。で、こんな安く出せるってことは、防火備剤とかあ防,防腐剤とか、たくさん使ってる可能性が高いんで。 安全安心に食べれる米かどうかっていうのは分かりません。僕は食べないようにしてます。まあ、知らずに食べてしまうかもしれませんが、極力食べないようにしてます。あと、価格をですね、わからないように、えー、こうな,なんていうのかな、圧迫させて、やっぱりあの日本の農家を潰そうとしてる。だからさっきの話で言えば、個人のね農家、大企業のまあ農家グループ、うん、ねアメリカのまあ、米っていうことで、まずやっぱり個人が一番先に潰される。 で、今度、次はあ大企業のところに行くかわからないんですが、大企業というのはあ国がですね、政府が補助金を出しているので、万が一、その米の販売につまずいてもどうにかなると思うんですよね。で、おそらくその価格の上げ下げを繰り,繰り返して、まず一番はね、個人の,ああの農家を潰そうとしていると思います。僕はそう思っていますあの。自民党というのはやることが本当に汚いんでね、うん、あの売国政党そのものですから、まあ、アメリカの意向なのか。 岸田の考えなのか、なんだか知りませんけど、とにかく日本の農家を潰そうとしているとしか思えない。で、えー、この自民党というのはですね、大企業と癒着してるんですよね、選挙の時もそうですが、金と票を交換する大企業との癒着。うん、で、例えばこういったことを真剣に考えると、皆さんこう思うかもしれないんですよ。 あまあ、もしかして個人の、ね、ところが潰れてしまってもまあ大企業が残ってるからなんとか米は食べれるのかなとか思うかもし、ね、れないじゃないですか多分それも無理です自民党っていうのは大企業の見方をしてるように見えますが例えばですねこういったことが起きた場合は大企業もパタッともう動かなくなってしまうそれは何かっていうと日本が有事の緊張状態に入る実際有事に入らなくても 日本が誘致の緊張を受けた時点で大大企業もも規模農家も終わりますなんでかっていうと日本は輸出輸入に頼ってるんでその緊張状態が走った時点でですね輸入に影響を及ぼすすんですよそうしたらだあの大規模農家も当然輸入に依存してるね、えー、率が高いですから肥料とかね うん、その例えば農業にかかる道具とかそういったものを依存してると思うんですよ。それが止まるんですよ。つまり大規模農家も潰れるとてことです。だから順番としてはまず個人の農家が潰れる続いて大規模農家が潰れるそして残ったあ米の米を買わされるないしは知りませんが小麦を食わされるそういったことじゃないですか。あのこれ言っててる人がいてね いやいや、大丈夫なんだよ。あの、大規模のところはの残るんだよ。いや、僕は残らないと思いますよ。むしろね、真面目な話ですが、大規模農家ほど苦しいと思いますよ。別に僕は大規模農家なんだ嫌いなんでね、僕が一番応援してるのは個人の農家の方です。ね、個人で頑張って国民にね、えー、美味しいお米をね、提供してくれる、その個人の、ね、米を売ってる方たちに一番頑張ってもらいたいと思いますが、じゃあ大規模の農家って何かっ,て言ったら、規模がでかいんですよ。人も多くわかるじゃないですか。 工具、農具も必要じゃないですかだからそういった緊張が入ったら一発で終わります積みます経費がた,たくさんかかってるんであの大規模農家ってのは積みますだからまず順番としては個人の農家を積んで、えーねえー、潰してで今度大規模の農家を潰すつまり日本の農業を壊滅させるのが自民党の目的この売国政党の狙いはここにある国民がこれに気が付くかどうかっていう話です あの米不足が問題ではないんですよ。米不足を演出して、その先にどこに向かっていくのかっていうことが、ああのそれを考えないといけないんですよ。だから、今こういった状態になってるじゃないですか、まずいな、まずいんですよ。方法はないかな、あるんですよね。自民党解例いいんですよ、政権交代。こんな売国政党にやらせていては、本当にあの有事になる可能性もある、会見からね。で、日本人が食べる米もを奪われる。 個人の農家を潰し、ねえー、大規模なあ農家あ、大規模な農業をしているところに見せかけて、それも多分潰,潰れる。であの、真面目な話ですがあと、この状態、この先どうなるかというと、日本国民がほとんど生きていけなくなります。あの例えばですね、生きていく方法はなきにしもあらずかもしれませんが、まあ、小麦を食って生きていくとか、あと野草を食って生きていくとかっていうのがあるかもしれませんが、 まああの米が食えなくなる、で例えばその農家、酪農家がどん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 ん潰れていく、であのなんで日本が生きていけなくなるのかっていう理由っていうのは非常に単純なんですよ、その緊張状態に入った場合どうなるのか、日本というのは食料自給率が非常に低いです、8%とか10%もないとかって言われてます、積みます。 だからいつも言ってるようにねこれ言ってる人がいるんですがあの東京大学かな東京大学の鈴木信弘さんっていうすごく頭のいい人がいて僕たまにその人のねあの映像とか見たりするんですが鈴木信弘さんもおっしゃってましたあのまともなあ人たちはみんな思ってます、うん、有事になるかどうかは別にしてこの状態がついたら終わるなぜか日本国民の食料自給率で食べ物を賄えな,ないから衣食住の食の部分が潰れるわけですよ無理ですよ だからよくね、えー、全くこういう政治の話で意気揚々と話す人がいますが、防衛費、軍事費を積んで、どうのこうの中国はど,どうのこうの、うん、全く防衛費、軍事費も中国も関係がない。日本には自滅の道しか残ってないってことです。そして日本を自滅の方向に導くのが自民党ってことです。これに気がつかないといけない。だから別にはっきり言って、有事になんていうのは別にならないしね、そんなことを考える必要もないんですよ。 でひたすらですね、あまずい、有事になったらん、中国の船がうろつき回ってる、まずい、まずい、まずい、いやいや、そんなことで、よっぽどまずいのが、この日本の食べ物を、米を、国民がね、えー、得られない、その状況ですよ。しかし、そういうことはほとんど触れないんですね。そして、米不足だ、まずいな、米不足だ、まずいな、米不足がまずいんじゃないんですよ。あの農家を潰す自民党がまずいんですよ。 それそそしてそいつらが政権を維持していることがまずいんですよ。本来であれば農家とか酪農家っていうね、えー、国民に対して、えー、じあのね食料自給率を供給するものってのは守られるべきなんですが全く守らないんですよ。だからそれが自民党の売国・勤務政策だって言ってるわけですよ。だから今どういう状態になってるのかっていうと日本国民がこのまま行って過ごせなくなる。 のかあるいは自民党をですね、えー、消して、自民党を解体して、自民党をひっくり返して、政権交代して、日本国民が生きていく、その2択です、僕はそう思います。明らかにおかしいじゃないですか、農家を守らない、えー、政党って何なんですかで、必ずね、えー、まあ,あ口にすることといえば、まずいんだ、有事になったら、どの子の防衛費が、なんか岸田とか安倍とかってのは、行かれてるんですよ。 防衛費43兆円積んだところで意味がないです。そんなものを積むんだったら、この日本の自給自足、自給率アップに金を使った方がよほど日本国民のため、でも岸田も安倍も自民党も国民のためになることをしませんからね、自民党ってのは日本国民の敵ですよ。それを国民が思わなければいけない。だから、あのまあ、これを言うと誤解されるかもしれませんが、考え方は人それぞれなのかもしれませんが、なりふり構わず、野党にもうバトンを渡さないとダメです。 僕はそう思います。まあちょっとね変な話かもしれませんが、まあ、立憲民主党っていうのもどうしようもないなと思いますよ。だけど例えばまあちょっと考えづらいですけど消費税の話でねなかなか減税をしないとかそういうことをもし言ったとするじゃないですか。でもそれでももう自民党を変えてバトンを野党に渡されと無理です。多分立憲民主党とかの方がまともだと思いますよ。ここまでの売国機民政策農家を潰したりはしないと思います。だから あの結構ですね、今っていうのは、この国民が四方八方塞がれてる状況になっていると、そう考えられるんですねあの。ちなみに誤解がないように言うと、消費税減税をするなとか、そんなこと言ってるわけじゃないですよ、消費税減税、消費税廃止が絶対に必要ですが、最悪の状況を考えたら、自民党と立憲が並んだら、バットマンは立,憲立憲に渡したうがマシだと思っているってことです。 まあ本当は令和がなってくれればね、こんなことはないですし、山本太郎さんはこの鈴木伸弘さんっていう、東京大学の方かな、この方と同じことをおっしゃってるんで、山本太郎さんというのは自給食料自給率アップを目指すんでね、だそういう人が政権の中枢に入られて、も終わりなんですよ。だ今回の話ってのは何かっていうと、まあ、皆さんもね、いろいろ思われると思いますが、よく話題になります、米不足だ、うん、米は不足してません、まず。だそ米不足だっていうんですが、米不足ではないです、それが出たらめなんですよ。 米不足を演出してるんですよ、数年後に農家を潰すため、自民党の作戦です。そのための演出です。そして、そのためにですね米を売らないようにしたりとか、外国産の安い米を売ったりさせたりとか、あるいは分かりませんが、アメリカの小麦を国民に食わしたりとか、そういったものだと思います。すべて自民党っておかしいところをやってますが、背後に米が支持していると思います。で、自民党っていうのは米の傀儡政権ですから、全くそれに反,あの反対するどころか。 進んでそういったことをするこうなるとね今ではなく数年後に本当に米がなくなってその時は農家が潰れており大規模農家と外国産の分かりませんが意味がわからないこのカリフォルニア米とかそういったものだけが残るそういった未来が想像できますだから自民党ではだめだっていうことです何としてもこの自民党自公政権を変えないとどうにもならない あとですね、このも、もちろん真面目な話ですが、例えば農家の方がどん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 あの潰れていったりするとですね、働く仕事がなくなって、社会不安を招くっていうこともあるんですよ。だから、自民党のしてることっていうのは、何一ついいことはありません。自民党とアメリカによってですね、日本が潰されそうになっている、今はまあもう半分ぐらい潰されてると思いますが、まだこの手があるうちに手を打たなければ。 何とかして自民党の政権を交代させなければ本当に、えー、国民がもうどうにもならない日本になってしまうもしもですよ政権交代に失敗したりして例えばあ、ね、この先1年2年3年と自民党が続くじゃないですか、うん、多分、うん、日本が崩壊しますねあのそれは何でかというと先ほどお伝えしたようにいつだかっていうのは分かりませんが数年以内に日本が崩壊すると思いますなぜかか個人の農家が潰れるから そして、えー、米を、ね、供給できなくなって、あの例えば大企業その、ね、大きなところだけが残る。で、えーねえー、米の値段を釣り上げられたら、日本国民が米を食べれなくなるじゃないですか。まあ、米を食べ,食べなければいいと言えばそれまでですが、で同時に今度、外国の米が入ってきたりするっていうことでね。 だかおかしいじゃないですか。国民が米を食べられないえ、そういった状況になること自体がおかしいし、そういった方向に向かわせるのはこれ自民党なんですよ。だ自民党っていうのはアメリカの言いなりで、日本国民のことを全く考えていません。それが今回の件で分かります。だから例えばリ、リスナー様もね、このお米不足の件、あのコメントいただいた方がいらっしゃったんですけど、全く米不足になっておりません。今はね。うん。だけど、それを演出することによって、 日本の個人の農家、あるいはですねまあ分かりませんけど、あの大規模の農家も潰して、うん、国民に米を食わせない、あるいはですねアメリカの安い米を食わせる、そういった方向に向かわせようとしているのが、この売国政党、自民党の目的だと思います。それを回避するには、自民党の政権交代しかないと、僕はそう思いますということで、この米不足の話がですねかなり話題になっているので、僕らに調べて思ったことをお話しいたしました。 最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。